ハロー。どこ行くの？墓参りでしょ？乗って行けば。別に怒ったりしないってば。送ってあげるだけ。待ってて。今日これからどうするの？お昼一緒にどう？どれくらい？ずっとこんなところにいたら日射病になっちゃうよ。私、待っててもいいんだよ。うん。いいけど、どれくらい？優柔不断。一人がいいの？はあ？何よ。また。こら。なんだかな。ちょっとは笑えるようになったんだ。時間じゃ解決しない悲しみもあるんだけどね。Thank you.
東堂かなです。遺書を書くのも仰々しいので、簡単にメッセージを残します。これじゃ軽すぎるかな。やり直しっと。私、東堂かなです。どうも。お父さん、お母さん、短い間ですが、お世話になりました。先立つ不幸をお許しください。私が死んだら、私の本棚にある本を、お兄ちゃんに返しておいてください。それと、ちょっとこれもクールかな。日差しの中、指先が移植が終わって、けど体調が悪いです。指先が氷みたいに冷たくて、足がなかなか動かなくて、だからもう筆は取れそうにないので、こうやって遺書を残します。まずお兄ちゃん、今までいろいろありがとう。カナは感謝してます。いっぱい助けてくれて、励ましてくれて、でも、もうダメみたい。ごめんなさい。先立つカナをお許しください。あと、お父さんとお母さんにも、切れちゃう。楽になってます。死ぬのは怖いけど、なんとか我慢できてます。このメッセージはお兄ちゃんにだけ残します。お父さんかお母さんが聞いていたらごめんなさい。どうかここから先はお兄ちゃんだけに聞いてもらってください。最後のお願いです。
いいですか？まず、今まで面倒見てくれてありがとう。カナは幸せでした。お兄ちゃんのおかげで。ううん。お兄ちゃんそのものが、カナの幸せでした。どうか、カナがいなくなったら、自分の好きなことをやってください。今まで私のせいで何もできなかった人生を、取り戻してください。応援してます。自分を責めないでください。お兄ちゃんは何も悪くないと思うから。あと、お父さんとお母さんをよろしくお願いします。あとは、言いたいことはいっぱいあったのに、思いつきません。けど、そう、一つだけ言い忘れていた言葉があります。あの夜も、ずっとずっと言いたくて、けどなんだか言えなくて、結局言えないまま終わっちゃいそうなので、ここで一度だけ言います。愛しています。高道くん、まだ？